リニア中央新幹線のトンネル工事について大井川流域遠野市町の市長町長が今日川勝知事と意見交換しました。県庁に集まったのは島田市の染谷市長や川根本町の鈴木町長など大井川の水の恩恵を受ける遠野市町の市長や町長です。地元の市長たちが揃って川勝知事と直接意見交換するのは初めてで、川勝知事は冒頭リニア工事の現状をどう認識しているのか語りました。地表水、それから地下水、これは一滴も譲らないと。静岡県に関する限りリニアは不要であるということであります。あえて言えばですね、もし失われるようなことであれば、そして目下のところそれを戻す技術が提示されているとは思えないというふうに思っております。大井川はリニア工事によって水の量が減る恐れがあり、県の主張で静岡工区だけ着工していません。地元と JR 東海の交渉の窓口は県に一本化されていて、流域市町に対して JR 側が説明する機会はこれまでほとんどありませんでした。国交省の幹部が去年市町を回ったのみで、今日はこうした状況について意見を交換しました。こちらのところに審議官が来られまして、直に話されたので、やはり右岸側の市町の方々はですね、50年前まで我々は雨水を貯めて生活用水に使っていたぐらい水のない地域で苦労してきたと、水改正運動をやってきた歴史もあると、そうした自分たちにとってはこの水というのはまさに命の水、貴重な水なんだというようなお話が相次ぎました。 JR との交渉の窓口はやはり県が一元的にやるべきだということは皆さんの意見一致しましたので、これからも、ずっとということではないですけども、当面は県が窓口になって、JR 東海と対応すると。国交省や JR 東海との協議をどう進めるのかについても県がまとめることになりました。したがって皆様方が同意されていたごとく